の習近平中国のスパイ問題がばれて、習近平の代理が国際会議で散々な目に。インドの一帯一路潰しも始まって、ついに追い詰められた。 中国とインドの戦いが激化グローバル・サウスと呼ばれる新興国と途上国のリーダーの座をめぐってインドと中国の主導権争いが激しさを増している南アフリカで8月に開かれたブリックス首脳会議では中国の習近平国家主席がアルゼンチンエジプトエチオピアイランサウジアラビア アラブ首長国連邦の新規加盟を主導して圧倒的な存在感を示した。これに対し、インドのモディ首相は、先週日曜日9月10日まで2日間の日程でニューデリーで開催された G2020 カ国地域首脳会議で議長を務め、取りまとめが難しいと見られていた首脳宣言を G20 史上初めて会期の初日に採択にこぎつける手腕を見せつけた。 加えてインドからアラビア湾を経由して欧州に至るインド・中東・欧州経済回廊に関する覚書を米国・サウジアラビア・欧州連合など8カ国で締結習近平中国が過去10年にわたって建設に国力を費やしてきた巨大経済圏構想一帯一路に対抗していく構えも鮮明にした。今週は直近の 中、イン両国によるグローバルサウスの名手の座をめぐる戦いぶりと、新しい経済圏構想であるインド、中東、欧州経済回廊についての情報を整理しておきたい。まずは、先月のブリックス首脳会議を振り返ろう。8月22日から3日間の日程で、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカのブリックス5カ国は、 南アフリカのヨハネスブルクで首脳会議を開催した。ロシアのプーチン大統領が国際刑事裁判所 ICC からウクライナでの戦争犯罪容疑で逮捕状が出ており ICC 条約加盟の南アフリカを訪ねると同国の司法当局に逮捕されかねないという事情がありプーチン大統領はオンラインでの遠隔参加にとどまったもののそれ以外の4カ国首脳は揃って対面で参加。 新型コロナウイルス感染症のパンデミックを挟んで2019年以来4年ぶりの対面のブリックス首脳会議となったブリックスの加盟国数の拡大この会議の最大の目玉とされたのは中国の習近平国家主席が主導してきたとされるブリックスのメンバー拡大論議だ 当初は難色を示しているとされていたインドとブラジルも最後は賛成に回りアルゼンチンエジプトエチオピアイランサウジアラビア UAE の6カ国のブリックスへの新規加盟が認められたことだ習主席が8月24日新たに加盟が決まったイランのライシ大統領と会談し歴史的な出来事だ新メンバーはいずれも重要な影響力を持つ国で 世界に大きな影響を与えるだろうと祝福したと中国国営中央テレビ CCTV は誇らしげに報じている。米国と激しく対立し続けてきただけに自国のリーダーの手柄を手放しで自画自賛する思惑が働いたのだろう。もちろん BRICS の加盟国数の拡大には相応の意味はあるだろう。 加盟国間の意見調整は難しくなるものの、意見を集約して一致団結して主張を展開できれば、その影響力が強まると考えられるからだ。とはいえ、BRICS は北大西洋条約機構 NATO や欧州連合 EU のような軍事、政治、経済の連合体ではないし、日米安全保障条約のような軍事同盟でもない。 加盟国の間に共通の価値観や原則があるわけでも、加盟のための条約や常設の事務局が存在するわけでもない。現在の5カ国だけでも、各国の外交姿勢に大きな開きがあり、今後もそう簡単に習主席の思惑通りに動く組織に変容していくとは考えにくい。そもそもブリックスの始まりは、2001年当時、ゴールドマン・サックスのエコノミストだったジム・オニール氏、 現、A 上院議員が成長を目覚ましかったブラジル、ロシア、インド、中国の新興4カ国の総称としてブリックスと呼んだことだ。2009年になって BRICS4 カ国はロシアで最初の首脳会議を開催。その後、南アフリカも加わり定期的に首脳会議を開催して親睦を深めるようになった。そのため国際社会では ブリックス加盟国といえば成長力に富んだ国々というイメージがありグローバルサウスの国々にとって新規加入希望が生じやすい組織という以上の変容は起きにくいだろう一方 G20 といえばまず1990年代後半のアジア通貨危機をきっかけにして1999年に主要7カ国 G7 財務大臣会議が創設を決めた G20 財務大臣中央銀行総裁会議が原点だ。その後、リーマンショックを受けて、もはや G7 だけでは対応が困難として、2008年11月から G20 の首脳会議、サミットもほぼ定期的に開催されるようになった。実務追求型の集まりである。その G20 の閣僚レベルの会合では、 ロシアのウクライナ侵攻以来共同宣言の取りまとめができない異常状況が続いていた。西側諸国がロシアを厳しく批判しようとしたのに対し、ロシアと中国が反発して両陣営が激しく対立。それ以外の国々、つまり多くのグローバルサウスの国々はどちらの陣営にも組みしない姿勢を決め込んだからだ。このため今回、 インドのニューデリーで開催された G20 首脳会議でも首脳宣言の取りまとめは困難と見られていたところが懸念に反し議長を務めたインドのモディ首相は首脳宣言を G20 首脳会議の会期の初日に採択することに成功した内容は満点には程遠いがそれでもブリックスに比べればフォーマルな G20 の首脳会議で指導力の高さを見せつけたのだ 存在感を示したモディ首,相首脳宣言の内容がお粗末だという批判はある。というのはウクライナ情勢についてすべての国は領土獲得を目的とした武力による威嚇や使用は慎まなければならない核兵器の使用や威嚇は許されないなどと明記したり食料やエネルギーの安全保障に負の影響を与えていることは指摘したりしたもののロシアを名指しする記述が抜け落ちたからである。 前回2022年11月にインドネシアのバリ島で採択された G20 首脳宣言では国連決議を引用する形だったもののロシアによる侵攻という文言が明記されたほかほとんどの参加国は戦争を強く非難していると明記できたのと比べると今回の首脳宣言はトー,トーンダウンの印象を免れなかったそれゆえ場外のことではあるが ウクライナ外務省のニコレンコ報道官がネット上で「G20 は誇れるものはない」と発信強い不満を示すなど批判の声も上がったしかしそれ以外の部分では気候変動問題に言及し2030年を念頭に再生可能エネルギーの能力を世界全体で3倍にするよう努めるとの方針を書き込むことに成功した米政府によると こうした記述は G20 首脳宣言としては初めての記述で高く評価できるとされている。また、グローバルサウスのリーダーとしてモディ首相が大きな得点を挙げた部分もある。G20 にアフリカ連合を正式メンバーとして加えることを議長国として提案し合意を取り付けることに成功したからだ。つまり、ウクライナ戦争以外の部分では、 G20 首脳宣言に評価できる部分があり、モディ首相はグローバルサウスのリーダーとして大きな存在感を示したとも言えるのだ。もう一つ、モディ首相にとって大きかったのは、このタイミングで新たな経済圏構想 IMEC の覚書について、インドが米国、サウジアラビア、EU のほか、UAE、フランス、ドイツ、イタリアの合計8カ国で調印にこぎつけたことも大きい。 中国の一帯一路構想と対抗していく狙いも透けて見えるが、メンバー国の発表によると、新回路は既存の海上輸送ルートと道路輸送ルートを鉄道の接続で保管することになる。これにより、インドから湾岸諸国を経由してヨーロッパに至る商品やサービスの輸送の大動脈が誕生するというのだ。加えて、鉄道ルートに並行して電力や通信のケーブルや グリーン水素の輸出用パイプラインの敷設を計画している。物理的に経済的な統合を進めて雇用を創出するだけでなく、温室効果ガスの排出量を削減することにもつなげ、アジアとヨーロッパ、そして湾岸諸国の一体化感を醸成するという野心的な構想になっている。ピークを過ぎて不動産バブル崩壊。 日本と同じ暗黒の20年に入ろうとしている中国と中国の2000年初頭を思わせるインドでは人口、年齢構成、経済的な伸びしろ全てが違う。ここから先20年の明暗は明らか。核保有国家でもあるので中国もうかつなことはできない。そして何より確かにインドはタフネゴシエーターではあるが、老石を働く民族や国に主導権を与えるより、 はるかに健全な相手。